アイテム番号 SCP-593JP。オブジェクトクラスユークリッド。特別収容プロトコル SCP-593JP は、SCP-593JP を中心とする。半径500メートルから650メートルのサイト、8170に収容します。サイト、8170の範囲内の住人にはクラス A 記憶処理を施した上でカバーストーリー、不発弾を適用し、避難させます。SCP-593JP 内で発見された SCP-593JP-1 は指定されたサイトの提供移動アイテム収容ロッカーで保管してください。サイト、8170の周囲は警備員の巡回によって監視を行ってください。サイト、8170に侵入を試みるいかなる民間人も交流し、クラス A 記憶処理を施してください。サイト、8170内には、数字の表記された物品を持ち込まないでください。SCP-593JP 内には、月初めに無作為に選出された数字が10個表記された紙を、番号を示すものを身につけていない D クラス職員1名を用いて運び込んでください。それ以外の、数字が表記された物品の持ち込みは禁止されています。また、名前に数字の含まれている職員がサイト、8170へ立ち入る際には、名前の表記された物品を持ち込むことは禁止されています。SCP-593JP-1 を実験に使用する際は、レベル3以上の職員1名の許可を得た上で、D クラス職員を用いて行ってください。なお、SCP-593JP 内においては、いかなる実験も禁止されています。説明 SCP-593JP は、県、市に存在する、中学校を中心とした、半径300メートルから500メートルの現実改変領域です。当初、SCP-593JP で発見された SCP-593JP-1 群はアノーマラスアイテムとしてサイト81に保管されていましたが、あまりにも多数の発見、収容報告がなされるために再調査を行った結果、該当地域のヒューム値が周囲と比べて異様に高かったことから SCP-593JP の存在が明らかになりました。SCP-593JP は、その範囲内に存在する表記された数字を、1ヶ月20回の頻度で、N に置換します。この際、N に置換される数字は、半角、全角や漢字などの表記に影響を受けませんが、陣や穴、針などといった漢字の一部に含まれている場合は置換されないことが判明しています。また、置換される数字の選定に一定の法則はないことが判明しています。事案593-1以降、SCP-593JP 内に表記された数字が存在しない場合、SCP-593JP は徐々に拡張し、数字の表記された物品を範囲内に含んだ時点で拡張を停止、数字を、N に置換することが明らかになりました。表記された数字を、N に置換された物品は SCP-593JP-1 と化し、人間が触れていない間、N に変化した数字に基づいてその性質を様々に変化させます。置換された N は一部を除いて SCP-593JP-1 に人間が触れた上で数字を思い浮かべることで数字を新たに代入することが可能です。この時 N はその数字に変化します。また、代入できる N の範囲に関しては SCP-593JP-1 によって異なると推測されており、詳しい調査が行われています。以下の表は SCP-593JP-1 の起こす変化の例です。SCP ナンバー、詳細、変化。SCP-593JP-1-1、賞味期限が N、N、N と表記された惣菜。内容物が出現。編集済み、消失を1秒ごとに繰り返している。代入によって段階の固定が可能。SCP-593JP-1-4 とあるページ数が N と表記された小説。そのページのみ、同小説内の別のページが1秒ごとに無作為に表示される。代入によって本来のページに固定。SCP-593JP-1-9MPN と表記された電子データ。開く度に形式が変化する。代入の方法は今のところ不明。SCP-593JP-1-12N さ NN、NN と表記されたナンバープレート。取り付けた四輪車の車種が1秒ごとに変化する。代入によって車種の固定が可能。ほい1以下の文章は、SCP-593JP の中心である、中学校の、
教室にて発見された SCP-593-JP と関わりがあると思われる、少なくとも4名の筆跡が確認されるメモ書きです。このメモ書きは、現在サイト81において SCP-593-JP 130として保管されています。ていうかマジ数学の授業が悪くない？わかるー。N とかフランの生活でいつ使うんだって話だよねー。フラン使わない奴の問題を解いてマジどうなるんだろ。フランから N 使うんだったらまだわかるけどねー。いや絶対ない。フランから N 使うとかマジない。そういえばさ、数学の N 行、なんか将来就職するときになんとかー、って言ってたよ。うっそー。じゃあ私 N とか使わない仕事するわ。というか N 使う仕事ってむしろ何よ、数学の教師ぐらいしかなくね。言えてるー。以下雑談が続くため省略。なお、調査の結果、2000年月日以降、中学校に勤めていた数学教師の N 上、氏が行方不明になっていることが明らかになっています。ほいに2000年月日 SCP-593-JP 内にて未確認の人型実体を B クラス職員が発見しました。詳しい調査の結果、この人型実体は短い言葉を発しながら出現、編集済み、消失を繰り返し SCP-593-JP 内を無作為に転移していることが判明しています。確認された人型実体の言葉をつなぎ合わせたものを以下に示します。バトー、お前らはどうして俺の話を真面目に聞いてくれないんだ。無駄なことなんてあるわけない。すべては必要でお前らのためになることなんだよ。どうしたら、不鮮明、に聞いてくれるんだ？ N が普段から使うものなら真面目になってくれるのか？それだったら俺は、不鮮明、してやる。罵倒、お前らが真面目にしないから、こうなるんだよ。お前らが悪いんだ。お前らが。また、以上の発言に加え、人型実体の転移の直後、カント係数機で計測したところ、近辺のヒューム値が瞬間的に、HM に上昇したことより、SCP-593-JP と何らかの関係があるとみられ、現在特別収容プロトコルの見直しが検討されています。